はい、それではドントスターブ実況続きやっていきましょう。前回ね、大変な目に遭いましたけど、遭いましたけどっていうレベルではないんですけどここからどうすればいいかというと、まずですね、木を切りたいんですけど、せっかくね、斧をね、持っていってたのに、置いていたのに、取るのを忘れてしまってて、はい。ということで、ちょっと取りに帰りたいと思います。あそこの鍋があるところに。大丈夫かな？時間あるかな？これ。種とかも取っとかないと、多分食料問題でも死んでしまうかもしれないので。いやー、こっから、巻き返しっていうか、こうあるかな、一発逆転みたいなまあ一発逆転とかがあるゲームではないんですけど、これあ、よしよし、これをちょっとね、取っておきたかった。よし、これがあればまあなんとかならなくもない。ちょっとどうしようかな、お肉が欲しいんですけど、とりあえず木をちょっと切って、うん。この藁も集めないと、火が起こせないな、全く。で、罠は向こうにないので、やっぱ帰るしかないな。ちょっと豚たちの方にいて、ちょっと気持ちを落ち着かせたかったんですけど、豚を見てると、まあ、和むので、まあ、何かにね、襲われても、まあ、豚がどうにかしてくれるみたいなとこもありますから、藁集めてと。あ、そういえばこんなとこにショベル置いてたのか。多分 8% のショベル。ちょっと産地をフラワーで回復しよう。で、リュックもチェスターも、まあ右上に置いたままというか、狼のところなので、いかんともしがたい状況ですな。とりあえずテントをね、立て直したいんですけど、まず戦闘ができるようにならないとダメなので、石を探さないとな。よし、とりあえず火を起こして、これ食べちゃおっかな。よっ、体力が全然回復しないんだな、これ種も食べちゃうか。種食べるとちょっとだけ回復するんだったかな。うん。まあ何にせよですね。何にせよ。何にせよのもう何も。よし、とりあえず木の鎧作りましょう。それで、よし。なんか、原始人みたいになっちゃったけど、とりあえずこれでなんとか。あれ、取れないのか。取れた。ものすごく陽気な音楽を流されてるけど、そんな気分にはなれないな。これは入れないでおいて、これと何、これとベリーにしようかな。これでちょっと良さそうなものを作りたい。お、種はもらっとくか。多分ね、この辺で若干雰囲気の良さそうなものができるはずなんですけど、できないかな。早く。あ、木大きいなこれ。切ってツリー画像が出たらもうおしまいだなあれ、すごい時間かかる。なんだこれ。これも、あ、あとこの雪玉の機械使うのどうですかっていうのもありましたね。よっ、これなんか美味しいやつかな。お、よしよし、いい感じ。体力がまあまあ回復するという。よし、それで、ちょっと人参持っとこうかな。種植えておいて、それでちょっと、この右上、ここ通るのちょっと怖いんですけど、通ったらまずいかな。
石がどうしても欲しい。まだお尻赤いのか、この牛。いつまで赤いのか。糞とか、まあその辺ももらいながら、ちょっと材料集めだ。とりあえずバックパック作れるのかな。あ、バックパック作れる。作っとこう。よいしょ。よし、この辺をぐるぐる回っていって石を探そう。あ、そうだ、こいつらが集めた石どうだろうな。ちょっと掘っていい？よいしょ、金が出てきた。あ、でもいい感じいい感じ。これでスコップは作れるか。ん、スコップでよかったのか作るの。いや、あんまり良くないかもしれない。あ、よかったよかった。よいしょ。オッケーオッケー。まあ、これで、花も回収できるし。あ、掘っちゃった。まあ、いいか。持って帰るか。これ、雨やばいな。傘、ないもんな。すごい勢いで濡れてる。これ濡れてマックスになっても大丈夫なのかな。いろんなものが濡れ始めてるけど、もうびしゃびしゃですけど。わっ、わわわわ、雷が落ちた。やばいやばい、産地がゴリゴリ減ってってる。濡れてるから、石いまだに見つからず。石ってこんなにないアイテムだっけ。あ、あったあった、やっと見つかった。なんでこんなにないんだっていう。あ、そういえば花の傘がなんか作れたような気がする。なんだっけ、花の傘、お花の傘ってなんかなかったですか。火立てないとやばいか。ちょっと待ってね。火は立てるんだけど、なんか花の傘ってなかった、ありましたよね絶対。なんか腐っちゃったとかって言った覚えが。あー、作れる。わかった、これでどうにかならない。なんとか穏便に済みませんか、これで。あ、なんか木を全部使っちゃってるな。ダメだ、ちょっと遅かったのかも。晴れてくれないかな、無理か。よし、とりあえず石を取るぞ。よしよしよいしょよいしょ。よし、とりあえず石を回収だ。石があればとりあえず何かできるようになるはず。というか、物を作るのが安定するな。頑張れ、頑張って、ほら頑張って。雨も止んだし、いいぞ。だいぶまともな生活になってきたか。産地がきついか、ちょっと。うーわー、どうしようこれ。いやちょっと黙っちゃったけど、ここ一発、これもう行くしかないでしょこれ。頑張れ、いけるいける。これはもうさすがに5
5匹中3匹引くなんてことは絶対にないからうん、ないないない。いや、これはフラグを立ててるわけではなくて本当にそう思ってるんですよ。救ってくれ。お、見つけたか。ここ？はあ、普通のだちょっと待ってね。槍的なものがないんですよね。槍的なものがないし、ブーメラン的なものもないので、こう追い詰める作戦でどうにか叩く。いてよし、1234、ちょっと4にしとこう。これ1234、あれやべ、戦うものがない。すぐ壊れちゃった。あれ、よし、いいぞ。鶴橋が思ったより痛んでたのか。よしよし、オッケー、助かった。あれ、でも鼻落とさなかった。あ、落として落としてる。よし、ちょっと生き延びた感が出たか。お花を摘もう。よし、いいぞ。で、頭のやつも作っとくか。よっ、よし、これで産地あれ、なんかすごい産地が減ってる。濡れてるとそうなるのか。一回これ拠点帰ってもいいな。うん、多分大丈夫。なんでこんなとこに雲がいるんだ。雲の巣取って帰りたいけど体力がな。槍も作ってないんですよね。槍はロープ1個作っていけばよかった。さっきの象との戦いも普通に。よしよし、いいぞ、悪くない。これ拠点変えれるか。これ時間的にどうだろう。よし、着いた。うん、復活の兆しがちょっとずつ見えてきたような、見えてきてないようなこの施設が壊されたわけじゃないからな。まあそんなに言うほど。ただなんか濡れ感がやばすぎて産地がめちゃめちゃすごい勢いで減ってるのがかなり気がかりなんですけど。あ、やべ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、待つんだ。いいか、これで木が全くない。これで乾くでしょ。これなんでこんなに産地が下がってるんだ。濡れ感もかなり減ってるけど、なんでだろう。あれ、あ、あ、やっと減った減った減った。なんかすごいやられてる花食べよう。で、ベリーを食べて、うん、まあいい感じなんじゃないでしょうか。あ、まあお肉の料理はまあちょっとまた後でいいか。なんでこんなに火がつきにくいんだろう。わらってこんなに燃料的にダメだったかな。よいしょ産地やばい、濡れるのやばいな、これ普通に。よし、でもこれでなんとか、この場は今のところしのげてるんじゃないでしょうか。
ふぅ、どうしていこう今から。次からか。よし、開けた。世界がちょっと白いな。テントだな、テントを作りたいなと思います。はい、木とかもなんとなく植えてて助かったのかな。これちょっと木を切ったら今回は終わっておこうと思います。よーし、よし、新しくこう植えたりなんかしたりしてね。はい、ということで今回はこの辺で終わっておこうと思います。豚を仲間にするのもありか、これちょっとまずいな。はい、ということで見てくれてありがとうございます。ではまた。